複合サイクルエンジンは複数のエンジンの特性を兼ね備えたエンジンである。ロケットとジェットエンジンの要素を合わせ持つものを統合的な航空、宇宙用英語では RBCC エンジンという。これは宇宙航空研究開発機構が構想、開発するスペースプレーンに搭載するための研究が続けられている。多燃料電池とジェットエンジンを組み合わせた。 ハイブリッドジェットエンジンの構想がある。こちらは、熱機関の限界を突破し得る、超高効率、低燃費エンジンとして期待されている。ここでは、JAXA の構想する、スペースプレーンを例に説明する。スペースプレーンに搭載されるエンジンは、ロケットエンジンをベースとする4種の4モードで、構成される。具体的な運用例を示すと、マッハ1までの加速には、 エジェクタージェットモードを使用する。マッハ1以降からは、ラムジェットエンジンでも十分な加速が得られるため、ラムジェットモードを使用する。さらに、マッハ5以降からの極超音速域に到達すると、スクラムジェットモードになり、さらに強大な加速を得る。大気圏を離脱すると、もちろんのこと酸素はなくなるため、完全なロケットモードに移行される。このように、 複数のエンジンを組み合わせられて作られたのが複合サイクルエンジンである。最も基本的な航空用ガスタービンであるターボジェットの仕組み、動作の概要。燃料電池は燃焼室の前の部分に搭載され、発電と同時に排熱を後部タービンの駆動に使う。燃料電池搭載型複合サイクルエンジンは燃焼室の手前にソファーク燃料電池を搭載したものであり、 化学反応から直接電力を取り出しさらにその反応の副産物の熱をジェットエンジンの駆動に利用するため熱機関の理論限界を超えた超高効率を達成できるさらに発電した電力を用いたファンの駆動による大流量化翼の境界層制御等による空気抵抗低減も期待でき 航空機の燃費を大幅に改善できるほか、水素燃料を使用して、ゼロエミッションを実現し得るなど、温暖化対策の切り札として期待される。地上における、似た発想として、高効率火力発電を目指した、トリプルコンバインドサイクル発電がある。課題は、主に高出力化と、急激な環境変動への対処の二つ。現状の低地型のソファークは、 航空機に使うのには重すぎるし、出力全開まで数時間かかるため離陸時の急激な負荷変動や流速、流量の変化に耐えきれない。ありがとうございます。